はい、ゴドイパツ星降る夜は、タイトルコール変えました。今日はですね、8月29日です。おはようございます。今日は何の話からしていこうかなと思ってるんですけど、まずは今日朝から、日曜日とんかつパンパンお休みなもんで、朝から子供たちの夏休み、最後何できるかなっていうのをずっと考えてて、で釣りだって思ったんだよね。釣りだ釣りだ、それで釣りに行くことになって、それで釣りっつっても自分の家から近いとこなんだけど、妙伝っていう市川市、千葉県市川市に妙伝のところがあるんだけど、そこに釣り堀じゃないんだよね、釣りをする船着き場とか船屋、がいっぱいあるのね。でいっぱいあるのは知ってたんだけど、例えば8店舗ぐらいあるからさ、どこの店がいいんだろうとか、そういうのがいろいろ分かるのよ。ボートを貸し出ししてるのかなとか、その沖から船、釣り場みたいなところ、その店の横で釣るっていうのもできるんだけど、なんかそれじゃつまんねえなと思って、ボート、普通のボート、それを借りて、ちょっと川、江戸川の真ん中ら辺とか、沖寄りとか逆サイ側とかの近くでやったりするんだけど、そういうのとかって全くわからないじゃん。でどうしようと思った時に、あれと思って YouTube だと思ってさ、で YouTube で検索のところで妙伝船釣りとかさ、妙伝ハゼ釣りとか入れたの。そしたら動画が50個ぐらい出てきて、それでどこの船場、船屋がいいですよとか、とか、その船屋に行くには一回土手を登って、車で登って、それで降りて、それで船屋に 1,2,3,4,5,6,7,8 どれに行くかみたいな感じで、まずこの登るところとか、それがね、分からないと思うんだよね。自分が市川市に住んでいながら、すぐ横の妙伝の地形とかも分からない。そういう時に何がいいって YouTube、 これ本当で、で例えば餌の付け方とかね、ゴカイっていう、なんだミミズみたいな、ミュ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 みたいな、それで上の方をこうやってピッて持つと、口開いてそこにピッて入れるとかね。でその餌の付け方とかも1センチとかでいいんだよ。なんかそのミミズのでかいのみたいのって 4,5 センチあるんだけど、それをこうやってつけたところで全然魚とかは川の中にいる魚とかは、いや嘘でしょみたいな、嘘くせえみたいな、それ行こうと思わないの。それよりは1センチとかちっちゃくしたのを刺して、であれ切っても生きてるミミズみたいな感じだから、それでビビビビビっていうのを食べたいみたいな、そういう気持ちとかも YouTube 見て大体分かって勉強して、それで行ったの。めちゃくちゃ良かった。それで自分動画撮ってる人で何々さんって人が、高橋っていう船屋がいいよ、ここ俺はホームと呼んでるとか言ってて、で俺は最初一番奥にある伊東ってとこ行こうとしたの。で前日ちょっと予約みたいな感じで電話してみたら、前日予約とかしてないんだけど、8時ぐらいまでに来ないと駐車場が埋まっちゃうから、7時とかに来てくださいって言われて、で今日さ8時に行ったらマジで伊藤が満車だった。ふぅわとか言って、あおばちゃんの言う通りだなとか思って、そう昨日電話出た人おばちゃんだった、だったら高橋、その動画でここが俺のホームだって言ってる人、安いんだよね、どこよりも、それでじゃあそこにしようっつって、でそこにしたんだけどさ、伊藤で言われたのは4人乗りのボート、それが6,000円、だけど高橋に行ったら3人乗りでいいねって、大人2人でしょ、で子供4歳6歳ちっちゃいから、それだったら3人乗りでいいね、それ4,500円、まずそこで1500円のディスカウントがあると、わおやばいなんですよ。それで4500円ので釣り竿が1本200円で400円、2本借りだから400円で4,900円、それと4,900円とあと子供料金とか払って結局6,000円だったね。6,000円でやれたの。
で前日の伊東行ってたら8600円だった。まずボートのデカさが違かったから、うん、そう考えるとやっぱりわからないこととかこれからやろうって思ったことをとりあえず検索で YouTube 入れると、そうすると絶対出るよ、うん、みんながやろうとしてることなんていうのは全然もう YouTuber 何人もやってることだから、うんうん、絶対に YouTube を見る、それから新しいことを進めると。まあサッカーとかでもそうなんだよ、ドリブルを上手くなりたいなと思ってるんじゃなくてドリブル、テクニックとか YouTube 入れるんだよ、そうするともうちょっとブワー出るから、うん、いやそうなんだよ。だからみんなもね思ってることとかやりたいこととか始めること、それは一回ね YouTube で勉強するっていうのがめちゃめちゃいいと思う、うん、その方面の上手い人たち、プロの人たちが、うん、やってるわけだから、それを見てからやるのが一番いい、いいお手本だよ、うん、だからまあ塾とかもうこれからは行かなくていいんじゃないかなっていう、 YouTube で勉強って全然できるから、うん、なんとか大学とかもあったりするし、うん、高校受験とか行って調べればバンバン出るから、まあ、それがいいんじゃないかなって思って、で今日そう行って、で一番最初にまあやっぱり最初の30分ぐらいは釣れないわけよ、なんだよとか言って、それで船の上で YouTube また見ちゃったりして、うん、餌の付け方違うのかなとか言って、で餌の付け方変えてやったら奥さんがいきなり最初にフグ釣ったんだよ、ハゼ釣りっていうのにフグ釣ったの、フグいいよ、でフグ釣って、でその後に俺が立て続けに2本ぐらいですフグ、またフグなんだよ、なんかハゼ釣りっていうのにフグばっか釣れちゃって、うん、今日十何匹釣れたんだけどね、2匹がハゼであとの、10匹ぐらいは全部フグだったいやだけどフグって怒ったりやべえなって思ったりするとポッてもう本当に自分の体の3倍4倍ぐらいまでボーンとか膨らむ、あれはね子供たちもね夏休みの宿題で絵日記とかあるんだけど、そこでフグ釣りに行きましたなんて書いたら幼稚園の中でもちょっとムーブメント起こすんじゃねえかなとか思ってます。いやなんかね変わったことっていうより本当に俺が自分が経験したことなくて、だけど釣りってさやってる人すごい多いじゃん、めちゃめちゃやっぱ楽しいんだよね、うん、だからそういうのに挑戦できて、で子供たちもね4歳6歳からその経験できるって案外楽しいんじゃないかな。俺も初めて行った釣りの記憶とかあるんだけど、その時はねなんか全然釣れなくてあんまり楽しくなかった記憶があるんだけど、今回はまあ沖からじゃなくて普通にボートに乗ってね真ん中にポチャーンとか置かれた状態でもう完全な釣りしてたからさ、でライフガードじゃなくてね救命胴衣とかつけたりしてさ、子供とかもさなんかテンション高まるじゃんそういうの、いやーめちゃくちゃ良かった。で子供たちもすっげー楽しかったって言ってくれて、で途中からはもうずっと俺餌付け名人みたいな、餌で決まる、餌の付け方であれ釣れるか釣れないかって多分すげえ決まると思ってて、で俺が途中からだんだん調子よくなってきて、ほいやれっつってやったらピッピッピッかかった釣れたみたいな、そんなばっかだったから、まあいい釣り道具とかそのポイントがどうとかそういうんじゃなくて普通に餌の付け方、ハゼ釣り、まあフグ釣りに関してもね、うん、めちゃくちゃ楽しかった。だからみんなもね夏休みあと2日ぐらいあるんで、まあ日曜じゃなくても子供たち連れてける場面があれば、うん、釣りおすすめします。で YouTube 見てからね、俺の YouTube とかじゃなくてその行く場所とか行こうとしてるところの場所を入れて釣りとか入れたら 100% 出るから、うん、むしろここが一番釣れるよとか教えてくれるかもしれない、うん、うん、なんで駐車場のことだとかいろいろ教えてくれるから、まずは YouTube を見てからやるっていうことですよね。いや本当に楽しかった。で今日釣ったフグとかは、まあ、調理方法とかもわからないし、まあ、かわいそうだなとか思ったんで、まあ、全部バーってリリースしてね流してバイバイっつって帰ってきました。で今日はこの後、7時からヴァンフォーレ甲府対、町田ゼルビア、ゼルビアスタジアムで天空の城って言われてるんだよね町田は、山の上にあるんだよね、
で鶴川だっけっていうところから駅から20分とかバスとか乗んないと着かない。もうほんと雲の上の方にあるみたいな、うん、そこでやるんだけど、今日のねヴァンフォーレ甲府の戦い方というかスターティングメンバー、まあ僕の個人的な意見なんですけど、まあまあこれはですね、J2 の特番やってるひらちゃんとかよりも、まあやっぱりヴァンフォーレに特化してる、そこだけに集中してるんで、やっぱ内容濃い感じで話せると思うんで、今日はちょっと後半戦はねその話をしていこうかなと思います。スターティングメンバー、まあキーパー、ゴールキーパーはまあ安定してますね。うん、川田です。間違いないです。うん、で町田とはね、第3節かなんかに中銀でやったんだけど、その時は 1-0 で負けてるの。前半3分に中島に裏取られて、まあ小柳とまあ岡西の連携がちょっとうまくいかなくてバーンって言って、でそこから点も取れず 1-0、うの0でボコられると。うん、ポポビッチが一番得意な、相手のね監督、ポポビッチが一番得意とする1-0で勝つという、あ、最後まで守りきられてやられたと、うん、っていう感じだったんだけど、まあ今回、まあそれで岡西がね、その汚名返上つって出るかつと出ないんですよ。ここは川田です。川田の調子がいいし、川田にナイスセーブをしてもらいたいとか、あいつ彼がガンガン目立ってはいけないんだけど、やっぱりここぞという時とか、やっぱり身体能力の高さ、うん、あの人の肩甲骨とか、キャンプ中見たでしょ、半端じゃないんですよ、身体能力がすごい。でやっぱり川田です。で最終のちょっとロングキックがちょっとなって時あるんだけど、まあそことやっぱそのフィーリングというか、そのセービングとかそこら辺の技術、足元とかも全て含めても、やっぱり岡西より、まあ、今日は川田かなと、うん、まあ、川田でいきます。で3バックですね。まあここ、まあ、すごい一番難しかったんだけど、まあまあね、相手に合わせると思うんだよ、うん、だけど相手も相手に合わせるっつって相手からスターティングメンバーを発表するわけじゃないから難しいんだけど、うん、まあ相手は2トップ、まあ僕の予想だとチョンテセと中島、うん、まあ中島あるいはジャスール、うん、まあチョンテセは多分出てくると思うんだけど、そこの2トップに対してメンデスと新井でぶつかると。でそこの1枚真ん中はやっぱりオミなんですよ。オミ残して右荒い左面です。ここは、うん、今日はそれでいくんじゃないかな。チョンテセに面ですぶつけて、でまあジャスールには荒井をぶつけると。荒井って本当にプレッシャーのかけ方とかうまいんですよ。なんでジャスールは、長谷川アーリアジャスールはめちゃめちゃ個人技があってボール持てる選手なんだけど、ああいうところにバチ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 っていけるのは荒井なんですよ。小柳とかはやっぱりちょっとコースを切ったりとか、まあヘディングも強いんだけど、足元で言うとちょっとバチバチが薄い、うん、これはやっぱり J1 を経験してないっていう、荒井は J1 を経験してるからそこら辺の戦い方とか分かってるんだよ。で上手いやつにもこういくよって、このバチ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 フィジカルでいくと勝てるよっていうのを荒井は知ってるんで、荒井です。でメンデスは間違いなく今日は出ます。まあ、前節は累積で出れなかったんだけど、まあ、そこでオミが出番来たっていうのもあるんだけどね、まあオミは、まあ、今日も出ます、間違いないです、うん、出ます。で3人出て、でボランチですね。ボランチはまあ秀丸と野津田ってなってるんだけど、基本的には野津田は硬い、うん、なぜなら野津田はやっぱりヴァンフォーレで終わる選手じゃないですよ。次行って活躍する選手なんですね、うん、でその活躍する場所がどこかって言ったら、やっぱり故郷広島なんですよ。やっぱり広島に戻ってやりたい。彼が乗ってた BM とか、うん、あれもやっぱり広島ナンバーのままだ。やっぱり仙台行っても新潟行っても気持ちは広島の、最後には広島帰りたい。で今広島の監督誰やってんのっつったら、もともと J1 で5年連続まあ残留させたって言い方はおかしいんだけど、監督なわけじゃん。
広志でしょ、広志が監督なわけで、うん、それって、なんだろう、広島と甲府ってもう関係ができてて、まあ、佐々木翔が行ったり柏が行ったり稲垣が行ったりとか、もうあと去年今年で言ったら今津が行ったりとか、うん、もう完全にここら辺のメンバーから野津田は聞いてるの、今の広島情報、うん、俺帰れるかな、活躍した、あ、思い出した、上福広志、上福監督見てくれるかなみたいな、うん、だからもう活躍せざるを得ないし、野津田はもう死に物狂いですよ、確実に。なんで野津田が逆に間違いないし、技術も半端ないし、あいつは広島に帰りたいから絶対にいる。やっぱり結果出さない、 J2 で結果出さないとやっぱり J1 にはいけないから、うん、ましてや広島なんてビッグクラブだから、そこに帰れるにはここで活躍するしかないの。 J1 に上がった、ヴァンフォーレ上がった、その状態で初めて野津田はいけるかいけないか、 J2 のままで終わったらいけないです、広島には帰れないし。なんで結果残すためにも、フリーキック1本決めたぐらいじゃまだまだなんで、まあ野津田今日も活躍すると思います、今日は活躍すると思います。もうそろそろ本当にここで負けてられないから、優勝するためにはね、野津です。でまあ秀丸と思いきや、ここは俺やっぱり山田、山田だね、山田がやって、ボランチは2枚山田と、野津田で、右が須貝かな、関口ね、前回休まして、まあ万全だろうみたいな思う人が多いと思うんだけど、俺の予想ね、 J リーガー全員が、ワクチン打ってるかって言ったら、俺個人の問題だと思うんですよ、ワクチンって。で選手も今ここで活躍しないといけないっつって、注射打ってで2週間後にまた注射打ってとか言ったら、で熱出てとか言ったら、コンディションって崩れるじゃん。だから今いいコンディションの人とかは打たなかったりとか、まあ選べると思うんだよね、うん、そのチーム内でほぼほぼ全員がかかっちゃったとか言ったら、まあ受けざるを得ないのかもしれないけど、多分ヴァンフォーレって多分個人の自由みたいなところあると思うんだよ。で右サイドの関口って、まあ俺のパッと見ね、関口法政、関口法政、ワクチン打つ顔、みたいな感じで、関口多分中断期間中とかに打ってんじゃないかなと思ってて、それで打ったことにより、まあ、やっぱり高熱が出たりして、で高熱出たりするとやっぱプロのアスリートとかでも、その1日寝込むとかでも体力ってすっごい減るの、まあアスリートは特に、うん、ってなるとまだコンディションが戻ってないんじゃないかなと、うん、うん、俺は思ってる。だからここ右須貝かな、まあベンチにいるかもしれない、関口はいるかもしれない。だからコロナになったとかなったんじゃなくて、ワクチンを打ったことによりコンディションがまだ戻ってないんじゃないかなと思って、で須貝やん、で左は荒木翔、やっぱり荒木翔今日出たら、まあもうずっとフルスタメンみたいな感じなんだけど、やっぱり関口との違いは、まあ打ったか打ってないかとか、多分そこら辺なんじゃないかな。やっぱりあれだけ体力あって、走力あってってやつだったら外さない、メンバーから、外すことないと思う、1日でも、メンバー外にすることはないと思うんだよね。だから荒木は打ってない、まあ、打ってる打ってないどっちでもいいんだけど、荒木はまあ左間違いないと。で、泉沢と、右は鳥海もちょっと打ってる顔なんだよねなんとなく大学組なんか鳥海打ってそうみたいな、うん、だけど、まあ長谷川とかはあんまりそういうの考えてないから、俺今日長谷川でいいかなと思ってるんだよね、長谷川元樹、で前リーダーで、リラがやっぱり、まあ、前回の試合とかにも PK 譲ってもらったりっていうか、まあ、PK のキッカーになったりとか、もうやる気満々でもうマックス来てると。なんで、まあ、ボールの落としとかも本当に、一番最初の絡みからすると全然もうなってきてるから、まあ本当に取られないし、でフィジカルの当たりとかもだんだん分かってきたと思うんだ、 J リーグっていうのが。なんで、リラが間違いないと。なんで一番後ろから言うと川田、尾身、新井、メンデスで、
ボランチが、野津田と山田、右が菅井、うん、左が荒木で、泉沢、長谷川、一番上はリラ、間違いないです。これでいきます。まあ関口ってところがね一番難しいんだけど、まあだけど、うん、なんとなくね、まあ俺はそんな感じだと思いました。まあ今日は逆にね、あの町田今そんなに調子良くないんで、まあ、ここで本当に叩いておかないと、うん、ダメだなと思っちゃって、あの今日叩かないと町田と同点になっちゃうんですね、勝ち点が。それはちょっと良くないし、もう今日負けたらっていう、もう崖っぷちなんですよ、ヴァンフォーレって、うん、で昨日の試合で J2 の、 上位のチームが案外負けたり引き分けとかがあったんで、まあ、まあこれこそチャンスなんですよ。今日チャンス、今日やらなきゃもう終わりだよねっていう、案外、うん、大事。ジュビロ戦も大事だったんだけど、今日もっと大事、うん、まあやっぱケツに行けば行くほど大事になってくるんだけど、だけどもうここで、まあ、一つ見切れる、うん、でこの先の見方もちょっと変わる。今日の試合と次の4日、9月4日の京都戦、まあ、ここがもうメインイベントにならなきゃいけないな、ここで変わったな、ここで町田で勝って京都でも調子よくなれたな、うん、のためには今日やっぱり、うん、泥臭く、うん、結果で、うん、1-0 でいいんだよ。何点も取らなくていいんだよ、1-0 で、うん、勝つと、うん、しかないな、うん、やっぱり相手には、まあ、太田とか、まあ、ドゥドゥとか、まあね、去年まで一緒にやってたメンバーもいるし、そこら辺も全て分かるのってオミじゃん、うん、だからオミは先発だと思います。今日は 1-0、うん、でもう土壇場の崖っぷちにいる野津田の左足、間違いないです。 1-0 でヴァンフォーレ甲府の勝ちです。見えてます。うちのスタッフの中に兄弟っていうのがいるんだけど、それは彼はもう何十年も20何年、FC 東京を応援してて、で FC 東京に試合に行く前に最近カレーを組んでね、エチオピアってところで、うん、水道橋というか神保町で、でそれを食ってからスタジアム行ったりとか、まあテレビで見たりとかすると勝ち飯って呼んでんだけど、勝つんだよ。それが5戦とか続いちゃってて、あすごいな、勝ち飯いいな、カレーいいな、勝つみたいな、いいなみたいな。で俺今週好きなカレー屋、アジアンカレーハウス2回行ってるんですよ。これ勝ち飯にならないともうやれないなと思って、うん、次の動画またカレー行きたいぐらいだから、やっぱり勝ちましたよっつって、勝ち飯ありがとうございます、アジアンカレーハウスありがとうございますって言いたいんで、まあ勝ち飯にするためにもどんなことがあっても今日勝たなきゃダメ、本当にマジで今日大事だからっていうことで、締めたいと思います。甲府の勝利を星降る夜空5度一発根っからぶっとく、今日も最高。